はい、いやもういよいよですね、この10月もすっごい勢いで現実が、ね、起きているんですが、あなたの現実創造の中で、あなたが本当に魂から望んだ現実創造が始まっているでしょうか。はい、今日はですね、なんかその現実を引き寄せるということについて、宇宙連合の光の最高評議会とともにお話をしていきたいと思います。あなたの現実が今みるみるうちにですね変わっていく、その背景にある、変化への恐れをどんどんと打破していくような、そんな、エネルギーの、この振動数を今感じているんですが、ぜひ最後までですね、その変化への恐れや変化をすることへのね、自分自身が抵抗があったならば、今この動画を通して進化と変化をですね遂げていく、道へと入っていってみてください。それでは始まります。こんにちは、穴口恵子のハッピースピリアルライフにようこそ。今日もご視聴いただきありがとうございます。はい、もう10月はですね、もうなんかもう変化は起こらないだろうと思いながらも、現実創造がめちゃくちゃ加速している中で、このもう振り切っていくみたいな、自分のメーターが振り切るような出来事がこれからどんどん目白押しにやってくるような感じなんですね。でもう本当に、いろんな意味で、自分自身の魂が望んでいる方向へとなんかおのずと導かれていく中で、やはりこの、制限があるからこそ抵抗していて、なんかこううわってうまくね動けない、状況になっている方々もいるみたいなので、この光の評議会はですね、宇宙連合の光の評議会がこう言ってるんですね。あなたにとっての、変化への恐れ、それは、ただただ過去の産物、過去の執着にしがみついている体験でしか過ぎない、そういう状況として私たちは捉えているのです。だからこそむしろその、変化への恐れが出てきたら、これがチャンスということをあなたに伝えてみてください。あなたの恐れは、その恐れというエネルギーは、過去のあなたの残像物であり、もうその、幻想から自由になるチャンスがやってきているからこそ、この、時期に至っても恐れに苛まれているあなたにはまさに目覚めのチャンスがやってきているのです。そしてその恐れに対しての抵抗から、さらに恐れに対してあなた自身が自分自身のものとして受け止めていくプロセスが大事です。あ、これは私の恐れであった、過去形でどうか、そのこれは私の恐れであった、この恐れの背景にあるのは、私自身が今まで培ってきた、大切にしてきたものが壊されるのではないだろうか。例えばそれは家庭であったり、例えばそれは自分と、自分の、仕事の関係であったり、自分が大切にしてきた人間関係が、どことなく、今までの感覚とは全く違う状態になってきているあなたがいて、そしてその、素晴らしいと、信じ込んでいた関係が終わることへの恐れ、そしてまた、違った方面の恐れというのは、あなたがそこに飛び込んだ時にもう私自分には誰も、応援してくれる人がいないのではないかという恐れ、失敗するのではないかという恐れ、間違った道を選んでいるかもしれないという恐れ、全ての恐れにあなたは取り巻かれているようなタイミングも、この流れでやってきているかもしれません。しかしながらその恐れというのは、あなた自身が目覚めて、だからこそ同じ恐れの視点からあなた自身を見ることを直ちにやめてあげてください。なぜならば、そんなことをしていればいるほど、その恐れが究極の、ボルテックスになって、恐れのボルテックスの中にいて、あなたは自分自身の真実の魂からの光の道、光の振動数を見失ってしまうからです。なぜならば、あなたは今その恐れを通して突き抜けていく、パワフルなあなたの、神聖な、エネルギーを、エネルギーにアクセスするというチャンスがここにやってきています。ならば、あなた自身がこのタイミングでその恐れを超越していくための、あなたならではの、神視点というものを、育成していく、神視点というものがすでに自分の中にあるということを描いてみてください。それはまるで1階の
お店にいたあなたが外を見た時に見える景色とともに、そのビルが33階のビルで、その上に33階に登った時に見える景色のごとく、神視点というのはそのような高みの視点から全体像を見た時に、あなたが今体験していることに対して、寛容であり、そして無判断であり、あなた自身がさらに目覚めていくために広い視点から物事を見、そしてまたそこにあるあなたの本質というものを拾い上げ、その本質を残して次の段階へと行くチャンスを与えられているのです。これぞあなた自身がより深く目覚め、あなた自身の日々の中での恐れを超越していくためのレッスンであり、そして恐れを超越するために神視点な高い視点から全てを見て、あなたが決断する勇気を出せばいいのです。そしてまたあなた自身の中にあるその勇気を振り絞るその瞬間に起こる疑いというものもある可能性があるでしょう。それも再びあなた自身が過去の残像に苛まれるタイミングに、ある時にあなた自身が選択する価値のある世界が何であるか、私は何を選択するか、あなたは勇気を振り絞り本質を見極めた時に、行動を起こそうとした時に、その勇気を阻んでいくような疑いというものに出会ったとしても、いよいよあなたはその疑いにあなたの全エネルギーを注ぐということよりも、勇気を出したあなたのその真実にシフトをするためにやってください。何をやるかというと、一呼吸置いてみてください。私は勇気を持って新しいステージに行きました。もうすでに私は疑いを超越した存在であり、私の勇気とともに絶対信頼をこの選んだ道で絶対信頼をして行動を起こしていきます。あなた自身はそれが可能であるからこそ、その分離にの分岐点に出くわしてしまっているのです。どうかそのような状況になった時に、あなた自らが自問自答する時間を持ち、私がこの勇気を持って超越し行動を起こす未来と、そしてここで自分の疑いに囲われて、その疑いの檻の中に入った未来とでは、純粋なところから見て、どちらをあなたが選びたいか、最終的にあなた自身が選択のする権利が与えられているということに気づいてください。でどうかそんなためにも、その勇気であったり、そしてあなた決断したことを継続するというために必要なことがあります。それはあなた自身が魂の導きへの絶対的な信頼とともに、行動を起こすという力にあなた自らがなって、あなたがあなたを後押ししているということを忘れないようにしてみてください。もちろんのこと、あなたが自分を後押しするとなった時に、私たちも後押しをしていますし、あなたのハイアーセルフは絶対的な信頼をあなたに置き、愛を持って後押しをし、そしてまた私たちも含め、あなたの純粋なハイアーセルフからの指令は私たちは聞き入れ、あなたも聞き入れることができるでしょう。そのためにあなたのさらなる感度、感性というものを日々の中で磨いてみてください。感性は使うから磨かれるのです。日常の中であなたが常に慣れ親しんだ環境にいたとしても、日々の感度を磨くために、今日のこの部屋の空気感はどんな風に自分が捉えているのだろうか、その空気感の中で一つエネルギーを捉えるとしたら、どんな色のエネルギーを自分がキャッチしているか、そしてまたそのエネルギーが自分の中に注がれているときに、その言葉が出てくるとしたらどんな言葉が出てくるか、このように自分自身の
感性を磨くところに興味を示し、そしてまたそこに意識を持ち、その感度を、感性というものをどんどん開いていくための時間を、今のような問いかけを通して、あなた自身を導き、感度をアップグレードすることをして、そして私たちとの交流をさらに深めてみてください。あなたにとっての勇気ある行動は、さらなる神視点を広げていくことでしょう。はい、もうすっごい応援が来てるって感じませんでしたか？ちょっとこの10月はやばいほどに現実が変わっていくのかなって感じました。まあ収穫の秋と言われているように、どんどんと自分自身に対しての、求めているものが形になるということへのね、そんな行動を起こしていこうかなって、この今のメッセージをね受け取って思いました。というわけで、今日も穴口恵子のハッピースピリアルライフにお越しいただきありがとうございました。そしてまだご登録いただいてない方、登録ポチッと押していただいたらすごい励みになります。そしていつもコメントもありがとうございます。素敵な一日を。